EX ハイブリーチは、薬の特性上ハイトーンに染まるものです。そのため、体温の影響を受けやすいという特徴がありますので、まず皮膚から遠い毛先から中間から塗っていくとムラが少なくなると思います。塗る順番としましては、まず染まりにくい襟足から、襟足の毛は結構丈夫なんで染まりづらいんですね。ここから塗り始まってて、だんだん中間部、頭頂部全体、そして最後にフロントの方に行って、最後の最後に生え際の染まりやすいところに塗っていくといいと思います。まず基本は均等にムラなく染めるっていうことが大事ですので、毛先から根元までこうやってきれいに塗っていただくといいと思いますね。あと、まあ均等に色を出すために、ムラなくするために、こうちょっと抑え気味にしていただくと、体温がこもって熱の周りが均一になるのでムラなく仕上がると思います。あとテクニックとして、ハイトーンにしたい、すごい明るくしたいっていう場合は長時間置くことが予想されますね。そうすると逆に体温で先に根元の方が上がってしまうので、このように最初に全体には塗らずに、まず根元を外して毛先と中間だけ塗っていただいて、それで、そうですね、ラップ的なものがあったらこうかけてもらってね、これでしばらく置いていただくと、体温が均等にこもって、明るくなってきますので、こういうテクニックもありますね。実際のテクニックとしては、あとこう塗った後にですね、指先でよく揉み込んでいただきます。こうすることで髪の内部の方、濡れてないところとかに薬が浸透していきますので、さらにムラが防げます。あと色の変化を見ながら色の確認もできます。まあ襟足はちょっと暗いので、トップの部分などよく薬を拭っていただいて、明るいライトの下で透かして色のテストをするといいと思います。ハイブリーチ後は髪がちょっと乾燥しやすくなったり、パサついたりすることがあります。日頃の手入れでもトリートメントやリンシングをしっかり行って、髪を健康な状態に保つよう心がけてください。スタイリングに関しては、ハイトーン、明るめの髪の色の特性を生かして、動きのあるヘアスタイル、髪の動きのある立体感のあるスタイリングなどがおすすめです。あと EX ハイブリーチは放置時間によって色のトーン差、明るさを自由自在に変えることができます。時間調節によっていろんな明るさを楽しんでください。